第183回国会開会式にて、天皇、秋人の臨席の下、式辞を述べる、衆議院議長伊吹文明第177回、国会開会式にて、式辞に引き続いて、お言葉を述べる天皇、秋人国会開会式とは、日本の国会の招集ごとに行われる、開会を記念する式典。正式には、開会式とのみ呼ばれる、国会は招集後の早い時期に、 参議院本会議場において、国事行為として、国会召集を行う天皇もしくはその名代の、臨席の下で、衆議院議長が主催して、開会式を行う。なお、開会式の日時及び場所は、衆参両院の議長が協議して定めるものとされており、特に法律や規則で定められているわけではない。そのため、開会式は、必ずしも、国会の初日に行われる必要はなく、 二日目以降に行われる例も多いが、場所については官例により、参議院本会議場で開催され続けている。帝国議会の時代には会員式を貴族院で行っており、貴族院本会議場にはそのための玉座が設けられた。貴族院廃止と入れ替わりに設置された参議院は貴族院の議場を引き継いだため、開会式は参議院本会議場で行われる習わしとなっている。 開会式には衆議院議員と参議院議員が参議院本会議場に一様に集まるが席が足りないため入りきらない議員は2階席に集められた理立席の場合もある。傍聴席となっている2階席も使用することや会議ではなく式典であることから一般人が傍聴することはできない。開会式前には衆議院議員と参議院議員及び事務局と法制局の職員が 正門前に整列し、天皇の出迎えをするのが恒例となっている。通常時の参議院本会議場。開会式では、演壇以外の壇上の机と席が取り払われ、5席のカーテンが開いている。開会式の際には、議長席や事務総長席、大臣席、事務局席が机ごと取り払われ、押しボタン投票機の表示装置は隠され、 天皇の着座する五席の前が広く開いた形となっている。五席は議長席のあった場所の背面情報に位置し、普段は白いカーテンにより議場と仕切られている。参列者は両院議員のほか議員でない国務大臣を含む内閣最高裁判所長官会計検査委員長である。参列者が起立する中で天皇は 閣僚席のあった場所の後方から入場し、五席前方の階段を上って着座する。ここでまず衆議院議長が演壇より、議場に向かって式辞を述べた後、天皇が五席から議場に向かってお言葉を述べる。お言葉は、天皇の公的行為とされ、閣議決定されており、国政に関する権能を有しない天皇の立場を、踏まえ党派職を廃したものとなっており、 天災被害への言及など一部の例外を除き、毎回同じ文章となっている。この後衆議院議長が、この所作は体が健常でない者にとっては困難なこともあり、福永健次議長は体の衰えからリハーサルが行えず、議長職を辞している。また、1948年の第2回国会の開会式で松本慈一郎参議院副議長が、 昭和天皇に対する礼式を拒んだ、カニの横ばい拒否事件が起きている。開会式は、天皇が入場時と同じ扉から退場して、終了となる。なお、日本共産党は、戦前、戦中期の帝国議会の儀式を引き継ぐもので、また、天皇のお言葉に政治的な内容が含まれており、憲法の国事行為から逸脱するものであるとして、現行の開会式を批判し、 憲法と国民主権の原則を守る立場から所属議員は長年欠席してきた。しかし、儀礼的、形式的な発言が慣例として定着したとして、天皇が高い席からお言葉を述べる点を批判しつつも、2016年の第190回国会より69年ぶりに一部議員が出席することとした。ありがとうございます。